福岡県の一級河川遠賀川、その上流彦山川流域の環境保全活動を行っている田川ふるさと川づくり交流会です。鳥も人も魚もみんな川と共に生きているをテーマに、カヌー教室、鮭の稚魚の放流、水生生物調査、環境学習の出前講座、遊び、体験を融合させた学習の取り組み、もっと川を身近に感じる、そんな川のことを調べてみましょう。今回は川の綺麗さを確認する方法についてお話しします。水がどの程度透き通っているか、この透視度計を使って調べます。この透視度計には水位メモリが刻まれており、透明の筒の中に川の水を入れて調べます。筒の底に二重に書かれた十字線があります。糸を引っ張ると一緒に十字線が上がっていきます。そして十字線がはっきり見えたとき、メモリを読みます。筒の横に刻まれた水位を確認します。水がきれいな方がより遠くまで見えます。では実際に測ってみたいと思います。これは遠賀川水系彦山川上流の水です。そしてこちらは遠賀川下流河口堰の水です。紐を引っ張ります。十字がはっきり見えますか？はい、112センチです。下流の方では19センチです。上流から下流に流れるまで水の汚れがわかるかと思います。見た目でわからない川の汚れ、次回は川を汚さないため、私たちができる工夫の授業を行います。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。それでは